ケしは、ケしかケし属に属する一年草の植物。日本語の、消しは、英語の、ポピーと、同義とされるが、英語では、単に、ポピーといえば、イギリス各地に自生しており、園芸種としても、盛んに栽培されているひなげしを指す。一方、日本語で単に消しといった場合、それが種指定をも放含している場合は、もっぱら本種を、指す。英語では本種を、オピウムポピーと呼び、 ポピーとは、明確に区別している。日本語でも、他の園芸用消し属植物と区別するため、特に本種をアヘン消しと呼ぶことがあり、学会などでは、種商名を用いソムニフェールムシと呼ぶ。消しという表記は本来カラシナを指す言葉であるが、消しの種子とカラシナの種子がよく似ていることから、室町時代中期にご用されて定着したものであると、される。日本では、オピウムポピーなど、 オピウム酸性植物はアヘン法で栽培が禁止されている種に指定されており、政府の許可を得ずして栽培してはならない。オピウムとは、アヘン、麻薬の意味である。地中海地方、または、東ヨーロッパ原産とも言われているが、野生下にある原種が発見されていないため確証はない。消し坊主に傷をつけて、樹脂を採取する草丈は1から2メートル程度で、 葉の形は長蛇延長乱形で上の葉ほど小さくなる。葉に関して他の消し属とはといった点で区別できるがこれらの特徴は品種によってかなり差がある。ハ種後半ご飯ほどで開花する。通常は前年の秋にハ種するので開花期は4から6月頃になる。花は茎の先端に一つだけつき、つぼみの時は下向きで開花と同時に天頂を向く。 また2枚ある額は開花と同時に脱落する。ついたち花であり、翌日には散る。大きさは10から15センチメートルと草丈に比較して、大きく、悪臭がある。花弁は一重先の品種では4枚で、色は基本色としてくれない。白、紫があり、青と木はない。単色の品種も多いが、園芸種はこれらの中間や、これらが混じった絞りなど様々な変化を見せる。 だが、オピウムポピーは基本色に木を描くことから、他のポピーには大い木やオレンジ系の花を作ることは不可能である。八重咲きの品種では、花弁の縁が細裂するものがある。なお、アヘン採取用に品種改良されたオピウムポピーはどれも一重咲きである。種子花が枯れて数日すると、消し坊主と呼ばれる独特の形の鶏卵握りこぶし大の果実を実らす。 この消し坊主の形も品種によってまだまに近い、球形や楕円球形と様々に変化する。八重咲きなどの園芸種も結実するが、実の大きさやモルヒネガン有料は、アヘン採取用の品種には遠く及ばない。どの品種も未熟化の表面に浅い傷をつけると、麻薬成分であるモルヒネを含む白色泡紅色の乳液が浸出し、しばらくすると粘性を示し国化する。 これをヘラでかき集め乾燥したものが生編である。果実が熟すと植物体は枯死し,し、熟した果実の天井に穴が開き、計0.5ミ、mm、リメートルに満たない微細な種子が飛び出す。種子は人形であり、表面には網目模様があるが、肉眼では確認しにくい。色は品種により白から黒まで変化するが、食用に売られているものは増下色と黒が多い。 非常に古くから栽培されているだけあって、数多くの亜種や品種がある。火器は一部。世界各地の気候に合わせた、以下の基本6型がある。各亜種の中にさらに様々な品種がある。ボタン下芯薬品、麻薬原料本種の未熟化に傷をつけると出てくる、乳液からアヘンが取れ、それから生成されるモルヒネや、モルヒネを科学的に変化させたヘロインは麻薬に指定されている。 ヘロインは完全な麻薬だが、モルヒネは、鎮痛鎮静剤として、医学、薬学的に重要であり、特にがん患者の激痛緩和や、ペインクリニックでの治療に不可欠である。適切な使用に基づけば依存症に陥ることも、少ない。食用種子はいると香ばしく、アンパンやケーキに振りかけたり、七味ガラシに混ぜたりするなどして使われる。和菓子の消し持ち 商風には必須の材料である。中央ヨーロッパから東ヨーロッパではポピーシードで作った安城のペーストをシュトゥルーデル、シュトレン、パイ、ハマンタシェンなどの菓子のフィリングとしてよく用いる。モルヒネの含まれていない品種は特にポーランドのパンやケーキに大量に用いられることが広く知られている。東インドでは種子をすりつぶして煮込み料理に加えるほか、 消しの実のチャツネも作られる。栽培品種にもよるが、種子にはモリヒネが含まれていないか、含まれていてもごく微量である。長年にわたって食用に供されてきた歴史があるため、普通どの国においてもポピーシードは規制対象となっていない。日本においても、アヘン法では、種子は取り締まりの対象から外されており、故に所持していても、法的には問題にならない。 しかし発芽すると法に触れるので日本で販売されているケシの種子は加熱による発芽防止処理が施されている。例外としてシンガポールのように微量であってもモルヒネが含まれていることを問題視しポピーシードの使用そのものを禁止している国もある。またアメリカ合衆国にはポピーシードを材料に用いた食品を食べた後に尿検査で陽性反応が出て解雇された。 という事例がある。また、種子には多量の油分が含まれているため、これを絞ったからし油も、食用や石鹸の製造、油彩画の絵の具を解く、描画油に使われる。消し油は植物油としてはかなり高価な部類に入るので、一般的には、食用よりはむしろ描画油として使用される。栽培法消しは移植することができないので、直巻きしなければならない。 汗幅5 0トルに作り、9月下旬、10R あたり1 8 0トルの割合で種子を撒く。翌春、間引きして、株間約1 0トルとする。5月上中旬に開花。花弁が落下し、数日を経て脂肪が十分に発育した頃、脂肪の立流線に沿って浅く、切り傷をつけ、アヘンを採取する。栽培の歴史栽培植物としての歴史は古く。 紀元前五千年頃と考えられる、スイスの遺跡から本種の種子が発見されている。四大文明が起こった頃にはすでに薬草として栽培されていたとされ、シュメールの設計文字盤にも本種の栽培記録がある。本種の薬用利用はそこから古代エジプトを経て古代ギリシアに伝わったと考えられ、ローマ帝国を経てヨーロッパ全土に広まった。その間に、 帝国の大敗を移して、利用法も麻薬用へと変貌を遂げ、大航海時代を経て、アヘン原料として、世界各地に広まった。特にイギリスは、植民地であったインドで本種の大々的な栽培を行い、生産されたアヘンを中国へ輸出して莫大な利益を上げた。日本では、室町時代に南蛮貿易によって、消しの死はインドから津軽地方にもたらされ、 それが、津軽という消しの俗称となったという伝承がある。その後現在の山梨県、和歌山県、大阪府付近などで少量が産出されたが、いずれも少量で高価であり、用途も医療用に限られていた。明治の半ば、大阪府の農民二単調温造が、消し栽培を政府に検白。地元の大阪府三島郡で大規模生産に乗り出すと、共に、 品種改良に尽力し、モルヒネガン有料が既存種の数倍に達する一貫種と呼ばれる有料品種を作出した。日本は台湾統治開始後、台湾においてアヘンの製造と消費が一大産業になっていることを知った。台湾総督平成顧問だった後藤新平は台湾の消し栽培を課税対象とし、段階的に課税を厳格化することで、 40年をかけ台湾の消し生産を消滅させた一方で内地では二単超音像の消し栽培を積極的に講演し、日本国内のアヘンの生産と台湾への輸出、販売を台湾総督府の専売制とし、莫大な利益を得た。1935年頃には全国作付けが100ヘクタールに達し、5月の開花期には広大な消し畑に切迫の花が広がり、 非常な相関を呈した。当時の変年間生産量は15トンに達し、全国産学の50%は和歌山県有田郡で40%が大阪府三島郡がそれぞれ占めた。昭和に入ると日本は日本統治時代の朝鮮や満州の一部で消し栽培を奨励し、第二次世界大戦中は満州国猛古連合自治政府。 南京国民政府などで大規模栽培を行い、生成されたアヘンに、高額の税をかけ戦費を調達した。太平洋戦争後の1946年、連合国軍最高司令官総司令部が、決死栽培を禁止し、国内生産は途絶した。アヘン法が1954年に制定され、翌1955年から栽培が再開された。 しかし戦前のような大規模栽培は復活することなく、現在の栽培量は実験室レベルに止まっている。栽培の現状を多くの国が、消し栽培に何らかの規制をかけている一方で、園芸用としての消し栽培については規制していない国も多い。アメリカ合衆国では、モルヒネ原料となる種を含む消しの栽培も種子の販売も自由で、ネット通販で種子を安価に購入できる。 英国などヨーロッパでは一面に咲き誇る消し畑が春の風物詩になっている。なお、先進国においては乾燥させた本種の植物体を有機溶媒に浸してアルカロイド成分を浸出させる方法で効率的にモルヒネを回収している。原始的なヘラガキによる採取はモルヒネの回収率が非効率なこともあり、形として アヘンを生産する必要のあるアヘン輸出可能国家、非合法生産化でしか行われていない。現在、国際条約下でアヘンの輸出可能な国家は、インド、中華人民共和国、日本、北朝鮮の4カ国に限定されているが、現在も輸出を継続しているのはインドのみであるため、国際条約下においては、インドが本州の最大の栽培地といえる。 このほか国際的に紛争が起きている地域で住民が手っ取り早く現金収入を得るために国際条約を無視して本種を栽培するケースが多い。旧ソ連の中央アジアや長年内乱が続いたアフガニスタン、カンボジア、中米などが新たな非合法栽培の中心地となっている。このケースにおいて20世紀に非常に有名だったのが いわゆる黄金の三角地帯としても知られるミャンマー対ラオースの国境にまたがる地域であるが2002年以降は同地域での紛争が鎮静化しようやく同地の支配権を確保できた政府によって他の監金作物への転作が奨励されるようになったため低調化しているミャンマーでは政府や国連薬物犯罪事務所が代替作物として コーヒー栽培への転換を進めており、シールなどで外国企業も支援している。21世紀に入ってから、条約虫の不法決し最大生産国は、アフガニスタンで2014年時点で全世界生産量の70%が同国産となっており、タリバンなど同国反政府組織の重要な資金源となっている。国連薬物犯罪事務所の発表では、2013年の 世界の不法な消しの作付け面積は約29万7000ヘクタールに及ぶ。日本でもアヘン法によってアヘンやモルヒネに対する規制がかけられている。同法は太平洋戦争前の満州や朝鮮で大規模に行われた戦費調達のためのアヘン生産の反省に基づき国内での大規模栽培を例外なく禁止する意図のもとに策定されている。 故にその内容は他国に比較して非常に厳しい。現代の日本においてアヘン法に基づく栽培許可を受けるには栽培地の周囲に二重の金網を張り巡らせ門扉には施錠する夜間はレーザーセンサーを用いて警備するといった非常に厳しい条件を満たさなければならない。故に実際に許可を得て栽培しているのは国や地方自治体の研究機関や薬科大学や 総合大学の薬学部の薬草園及び国の研究機関から委託されて栽培している数県の農家が北海道にあるだけで国内のアヘン生産量は実験室レベルに止まっている。これではとても国内需要をまかなえないため他国からアヘンを輸入している。一方、前述した個人輸入や他の植物に種子が付着して日本で栽培、自生してしまう例が少なからずある。 ソムニフェルム種の他には、厚み消しなどのセッティゲルム種が規制対象。なお、これ以外のひな消しなどの干渉用の消しは、麻薬成分を含まないので栽培しても問題はない。ありがとうございます。